世林の蓮根コ林の蓮根は、群馬県田野郡神奈町にある崖である。群馬県指定天然記念物。通称、さざ波は崖の表面に、大小50ほどの恐竜の足跡が残されている。さざ波岩は、国道299号沿い、神奈町の国道299号と国道462号の、交差点からしがさトンネルへ向かう。 途中の左手に位置する。1953年の道路工事によって発見された。サザナミ岩を特徴づけているのは、細かいサザナミのような跡と、何よりその表面に残る恐竜の足跡である。恐竜の足跡は、大小2種類確認できる。サザナミ岩は、もともとは、中世大白秋の三角州に位置し、水平に砂が堆積した環境である。 足跡はその上を恐竜が歩いたために残ったもので、ある。足跡が不明瞭であり、かつ堆積時の水流でかき消されずに残ったのは、足跡が直接付けられたものではなく、砂の上に堆積した泥の上を恐竜が歩き、その重みが砂の層まで押しのけて作られたためである。その後の作り山運動により、周辺の地層が大きく終局し、現在のような急斜面となった。 足跡は、大きさ、形、位置などから3種類に大別される。一番大きなくぼみがあったもの。対向5メートルほど。時速6キロメートル。大型の二足歩行の肉食獣か。恐竜の足跡でないという説もある。斜めに連なる。小さなくぼみ。対高1.7メートル。時速4.8キロメートルで歩いた。小型の獣脚類か。対向1メートル。 と同じような小さなくぼみ。時速26キロメートル。飛び跳ねるように動いたか。さざなみ岩の近くには駐車場及び、土産物店、食堂があり、自動車を止めることができる。また、自動音声による解説を聞くことができる。麓の中里地区には、かん町恐竜センターがあり、恐竜や、その他化石の展示を常時行っている。また、 化石の発掘体験イベントなども開かれる。ありがとうございます。